どうも、おかつしです。この前あげた、JW アンダーソン、こちらの T シャツと派手なニットがあるじゃないですか。その動画の時に多分この黒を着た時に外のね、光とのバランスでなんか白くなっちゃったんで、今日はちょっとカーテンを閉めて撮影をしておりますと。はい、で今回はまたまたでございます。アウターをゲットしてきました。でもうね、そこまで高いのもいらないかなとか思いつつ、今回買ったのはこちらでございます。ドンと GU で買い物をしてきました。もうね、このアイテム、まあもうね、皆さん持ってらっしゃる人も多いだろうし、いやもう今年それが一番いいんじゃないのっていうような意見ほとんどだと思うんですけども、まあまあ僕もやっぱりとりあえずやっぱり欲しいものは買いたいし、ね、アイテム的には今後使えるアイテムっていうことでこちらのアイテムでございます。続きでいきます。はい、ちょっと白く飛ぶでしょ一瞬。はい、黒のコーチジャケットです。まあ前々から僕これ買うって言ってたんですけど、もうついでに買っちゃいました。うん、まあ2990円に消費税だから、少し何かね我慢したらまあまあなんとかいけるんじゃないかと思って購入してきました。はい、もう早速着てみましょう。着るのが一番。うん、で、アップルウォッチ、お得意なアップルウォッチ。今回もいつも通りおしゃべりをしながら、まあ、商品レビューみたいな感じなんですけども、まあ、着こなし、ね、ファッションとは面白いもので、自由でございます。いい正解不正解ございません。これね、早速着てみましょう。またね、でもね、着た瞬間ね、多分白くなるんですよね。場所の方どうしたらいいんだろうか。角度的にどうしたらいいですか。ちょっと移動しようかな。ここだったら OK。 でも黒いもんな。どうしたらいいかな。バッグがここだったらいいかな。多少マシ、なんか洗濯干してるのがわかるけど、多少マシでしょうか。あ、やっぱ着やすいね。やっぱ着やすいです、GU のコーチジャケットで、この前買った JW アンダーソンの L サイズの T シャツに M サイズのコーチジャケット、こういう雰囲気。今年の、あ、ここにもちゃんとスナップボタンがついてる。今年のやっぱり秋口は少しスポーツ系をミックスしたきれいめのカジュアルラインというか、綺麗めストリートというか、うん、まあいろんな着こなしね僕はしたいので、やっぱり綺麗めのね、スッとしたような感じもそうだし、なんていうかな、こういったねストリート系もそうだし、ちょっとゆったりめもね、いろいろなファッションを楽しみたいので。でも個人的にはこの真っ黒系で、この前の気前のブーツだとか履いたら雰囲気たっぷりなのかなとか思いつつ、いかがでしょうか。こんな感じでございます。はい、全体的に前閉めた時も合わせましょうか。前閉めたらこれぐらいのサイズ感でございます。こんな感じ、こんな感じのサイズ感。まあ、うん、そんな感じでございます。でオフ。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとやっぱりね、黒系は撮影が難しいんだなって改めて思いました。もしかしたら、まあ、iPhone にもこれは限界があるのかなと思いつつ、あとは光の関係かなという感じなんでしょうかね。ちょっとそこら辺全然わかんないんですけども、まあ、ただこの JW アンダーソンと GU のコーチジャケット、予想通り相性は僕の中では抜群のような気がするんですけど、いかがでしたでしょうか。一応 T シャツが1500円に消費税と2990円に消費税なので、いくらだ、だいたい5000円ぐらいで、なかなか僕の中ではうん、いい感じのアイテムになっているんじゃないかな。どうでしょうか。ということでね、はい、まあファッションもね、自由でね、楽しいものですから、正解不正解ございませんということでね、またいろいろ購入の方していきたいと思います。では、まあ、この辺りで終わりにしたいと思いますので、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あとツイッター、インスタグラム、ファッションのウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。で、ここでオフ。
Thank you.